どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪プラモ第16弾、トモニャンのプラモデルを作ってみたいと思います。メリケン妖怪のトモニャン、ジバニャンによく似てますね。ハンバーガー持ってる。トモニャンのプラモデルオープン。ほい。トモニャンのパーツ見てみると、てかシールめっちゃいっぱいありますね。ギターとかもあるし。基本的にボディはからし色、黄色ですね。顔のフェイスパーツ2種類もある。トモニャンのトリセツチェックだみゃお。反対か。作り方見てみると、ジバニャンのプラモデルとそっくりですね。最近トモニャンめっちゃ推してますよね。アニメでもよく出るし、メリケン妖怪のトモニャンも主役級キャラにしようとしてんのかな。ご覧の通りですね、プラモデルすでに塗装されてます。しかもハサミいらずにパーツを取り外すことができる。 OK。おそらくジバニャンのプラモデルと同じなので、もう取説見ずに作ってみます。作れるかな。よいしょ。トモニャンの頭できました。髪がなびいてるね、これ。でそばかすもちゃんとシールで再現されてます。続いてボディ作っていきます。すぐできるんちゃうかな。やっぱさ、ウサピョン、トムニャンとさ、ジバニャンを超えそうな主役キャラ出てくるけど、やっぱりジバニャン超えるの難しいよね。やっぱジバニャンが一番だよね、今んとこ。各パーツのシール貼れたので、あとは最終合体。頭をつけて、右手、さらに左手。ほいで尻尾ですね。尻尾はジバニャン同様2本。そして専用台座に乗せれば完成です。じゃじゃん、トムニャンの完成形こちらです。かわいい。ウィンクしてていいね。チャーミングでね。左耳も欠けてて、ジバニャンのシルエットに近いですね。やっぱりジバニャン先輩と並べてみるとこんな感じです。トムニャンは自分のことをトムッチって言うんだよね。だから自己紹介の時にトムッチ、トムニャンだみゃうっていう、ぶっちゃけなんか謎のセリフを言います。こんな感じでハンバーガーをわしづかみにすることもできます。はい、ということで以上、今回は妖怪プラモ第16弾、トモニャンのプラモデルの紹介でした。まったみゃー。